おめでとうとできるの、これちょっと様子見やってんの、もうこうやってこうやって、いやあれ高いじゃん、あのなんかあれするやつ、あれ高いからさ、これでさ、みんなでさ、これでブルルルってやるさ、こっちもやるから、それ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 ダイエットじゃないから、てかさ、それよりさ、暇じゃない今日、ね、ラブエチダリみんなでさ、鬼ごっこしましょうよ、鬼ごっこ、でもバレちゃうな、委員長に、バレないようにするんだよ、そこは、そっか、やりたい、やりたい、やりたい、やりましょうじゃん、委員長見つからない、ちょっとあなたたち、はい、ちゃんと仕事してんの、はい、仕事してますよ、ちょっと私、会心でここ学べるから、はい、あと、仕事しなさいよ、はい、仕事したら、首だからね、首、うん、分かってると思うけど、うん、ちゃんとやってね、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、もう逃げられないわよ、あんた。震え過ぎちゃったから。もう逃げられないわよ、あんた。気持ち悪いよ。さて、みんなちゃんと仕事してるかな？さて、みんな仕事してる？はい、お疲れ様でーす。今日どう？調子は？今日皆さん元気そうです。あー、よかった、よかった。はい、入りますよ。あー、おはようございます。あー、こんにちは。こんにちは。仕事します、短くない？そうなんですよ、ちょっと違反だよ、それ なんか、最近身長伸びたって、あー、そうかそうか、まあね、まあまあ、でも健康なことはいいことよね、 あら、お疲れ様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 、しっかり、ちゃんとやってね、いつ患者さんが来るんだか分かんないんだからね、しっかり、分かってました、しっかり、しっかり、また、いや本当に患者さんがいないな、この病院やってくるのかな、まあでも、まあ患者さんがいないことはいいことか、なんかあっちの方からうるさい、ヤクくん？何してんの？ちょっと、わからなくて、ちょっと、あれ？おかしいわね、わからなくて、ちょ、ここはダメだ、開けたらダメだと思う、あ、そうなんだ、ダメだと思う、ここはすいません、な、何隠すの、ここに、いや、隠してないんですけど、うん、何かあったかなと思って、あ、ねで、ね、え、あれ、何そ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 れ、うわー、悔しい、捕まりました、じゃあ、次はダルさんに取ります、あ、取るのか、すっごい、すっごい、すぐ捕まえられそうな人見つけちゃった、バレてない、やばい、これはバレてない、バレてない、あれどこに、あれどこにいるかな、この部屋どこにいるの、きっと、あれ、バレバレでした、バレバレです、どうかしてた、全然ピンクのバレだ、よっちくん、はい、どうしたの、ちょっとそんな大きい声出したら、あれ、あれ、いない、あれ、どこ行ったんだろうな、あ、お疲れ様です、すごいな、これが先輩の考え方か、本気で
あらららららら、あらららら、はい、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。この感じは、この感じは雲行きが怪しいな。なんかカメラがちょっと見えるね。どう、あれ、なんか揃いの、あれ、ね、髪色と同じ色がある。私も見えたそうな人、ね、髪色と同じ色がこのとこに。私が鬼私が鬼なのね。あなたが鬼よ。殺す殺す、お前ら出られない。なんかちょっとうるさい気がするだけど、えっ、また会いますよ。なんか後輩たちがちょっと騒いじゃって注意してたんです。どんな感じだったの。なんか、うん、イエーイみたいな。本当に髪色見て綺麗じゃない。 君が一番イエーイみたいな髪型してるけど。いやこれはちゃんと先輩としてちゃんとやんなよ。はい、先輩として、はい。くすーくすーあ、ちゃんと仕事してる。なんか暇そうだね。あ、仕事振ろうか。あ、なんかあります、やること。あの、いろいろあるでしょ。あー、そうです。あの人も暇そうなんですけど。でも注意してるんだよ、君は。本当にあんたらちゃんと仕事しないよ。え、あんたでしょ。まあでもほら、あの局長だから、局長だから、本当にナースの一位、あなたにはもう期待してるから。あ、じゃあ頑張ってね、一位さん。うん、はい、頑張ります、仕事。頑張って。お疲れ。あれ大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いやー、あの人蹴ったわ、今見た、あの人蹴ったわ。キュンです。ちょっとわかんないよ、最近の人のあれノリが。髪綺麗ね。髪綺麗。ヘアド伝承した方がいい。そうよ。はい、これ何、私が鬼。そうね。あ、ほんと頑張って。はい、待ちなさい、待ちなさい、ごめんな。一応って何ポイントローカー知ってんの。あの子が、あの子がなんか意味わかんないこと言ってきたんです。ヨッチ君なんて今ジャンプしてた。今ジャンプは します急病人がいまして、あ、急いでたんですよ。そんな状態だったのか。ジャンプする人じゃないだろう。たく急病人だったんで。逃げー。なんか外が騒がしいな。あ、なんか今誰かいた気がするんだけどな。誰だったんだろう。でも確かにこの病院に幽霊出るっていう噂だからな。もしかしたら幽霊だったのかな。そんなことないか。ちょうどよ、あいつ。あれだ、あれだ、ほら。
回は院長にバレずに鬼ごっこやっていたわけなんですけども、はい、最後、鬼だったリズムにはどっちナースからの特別な治療があるということで、はい、お願いしてもいいですか。はい、はい、やっぱね、鬼になるってことは、うん、運動不足です。あー、なるほど。確かに体が硬いんですよ。体を柔らかくしてあげる。あ、なるほど。じゃあお願いします。じゃあ一回ここ寝てもらって。はい、はい、体を柔らかくしますからね。はい、続いていきますよ。せーの。あーやめろー。ほらーこんにちは。はい、大丈夫かこれ。こんにちは。どう、体が良くなりましたか。あー、もうこんにちは。いろんな面がそこに柔らかくなりましたね。はい、ということでこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。